浜松市は、性的少数者や外国人などへの差別を解消するための条例の制定に向けて、市民から意見を募っています。浜松市は、いわゆる LGBT などの性的少数者や外国人、障害者などへの差別や偏見の解消を目指す条例を、早ければ来年度に施行する方針です。条例には、 新型コロナ感染者への差別防止の項目も含まれています市は昨日から市民から意見を募集していて来年2月の市議会に条例案を提出したいとしています